き罪人よ。俺か？特に懺悔することはないぞ。いやいや、あなたのいでたちからは相当な罪の気配を感じます。今ならまだ間に合います。罪を告白して反省するのです。と言われても心当たりがない。暴力を振るったことがあるのでは？いや、俺が振るうのは刀だけだ。その刀で人を傷つけたことがあるでしょう。そう、傷をつけるだけで殺せなかった。俺の未熟さだ。次は必ず切り殺すぞ。悔い改めるところが違います。切ったことを反省してください。おう、もっといい切り口で切るってことか。そうじゃなくて。ああ、さっぱりわからん。司祭は人間を導くのが仕事だろ。もっとわかりやすく話さないと誰も信用せんぞ。しっかりしろ。はい、反省します。って、あれ